何かと思ったらブルーシートでした。人騒がせだ。どうも千葉キューです。樹海動画です。ゆっくりナレーションです。はい、ちなみに冒頭のはいかにも意味がありげですが、特に本編とは関係ありません。なんか使いたかっただけです。今回は前回の考察だか検証だか解説だかで言及というかすっかり忘れていた死体を見つける確率について考察したいと思います。とりあえず前回のおさらいとしては、死体を発見する確率は一般に思われている以上に低い。心霊関係は信じるか信じないかはあなた次第。一番怖いのは事故、怪我、遭難といった感じです。というわけで考察だか検証だか解説だかを始めたいと思います。ゆっくりしていってね。あ、今回こいつらの出番はないです。単純に編集が面倒なので。というわけで帰れピエン。なんだぜ。はい、死体を見つける確率というわけですが、具体的には一体発見するのに必要な移動距離、1回の探索あたりに発見する確率、1キロ移動して発見する確率、樹海に何回潜れば一体見つかるかに絞りたいと思います。ちなみに1キロあたりの発見する確率を求めるのは、単純に初心者を案内する定番ルートのマルキン4の石碑から樹海の音までが大体移動距離にして1キロ程度だからです。あとこんなのも知りたいというのもあればコメント欄にいただけると嬉しいです。最初に紹介するのは、前回紹介した最も死体を見つけている男こと啓士の例です。彼の場合は遊歩道や廃道から外れた樹海の溶岩の中を1日に最低7キロ歩き回り、30キロメートル歩くたびに一体発見していると前回紹介させていただきました。その場合1回あたりの探索で発見する確率は単純計算で約 23% になります。また1キロあたりで死体を見つける確率は 3%、 4.3 回潜るたびに死体を一体発見する割合になります。注意してほしいのは、これが樹海における死体を発見する確率の最大値であるという点です。啓士によると、休憩せずに1日7キロ歩くのも含めて樹海で死体を探すのに特化した行動をしているそうです。 GPS のログを参考に前回回ったところと同じルートを踏まないようにしてローラー作戦を行ってるとか、何のためにそこまでするのか、そして見つけて一体どうするのかとか、正直理解はできません。まあその辺は気にしたら負けなんだと思います。ちなみに彼に関しては、ルポライターの村タラムシが書いた、樹海本にも詳しく書かれているそうなので、興味がある方はぜひ。ここで、比較対象として、自分の探索スタイルも紹介します。あらかじめ言っておきますが、自分の探索スタイルでは、啓士の死体発見確率のような、という数字にならない、ってことだけは言えます。では、具体的にどうなのか？その点について、ちょっと紹介させていただきます。ちょっと調べてみたところ、自分が樹海探索を始めたのは2012年、きっかけはハリジャンピラの死に誘われたからでした。一度も樹海に行かなかった年もあるものの、それから9年間で調べてみたら28回樹海に行ってます。うん、意外と少ないです。その28回中で4回ほど死体を発見しているので、単純計算で7回に1回の割合で死体を発見していることになります。当たり前ですが、自分が樹海に潜るのは死体目当てではありません。基本的に自分は遊歩道や廃道から外れた樹海を歩くときは地面と木標の木しか見てません。死体がある場所には必ずと言っていいほどその周辺に遺留品が散らばってるものなのですが、自分の場合は進行方向から外れたところにあるものには全くと言っていいほど気づかないことも多いです。現にハリジャンピラの死に言われるまで足元の白骨死体に気づかなかったこともありますし、 X ゾーンの動画でもそうでしたが、動画をアップした後、動画を見てくれた霊体師さんに教えてもらうまでぶら下がってたロープに気づかなかったこともあります。ハリジャンピラの死からは、千葉キューは死体が苦手以前に死体に対するアンテナが低すぎると指摘されたこともあります。なお啓士と違い、自分はなるべく死体を発見したくないので、往路で死体を発見しなかったら同じようなルートで戻るようにしています。なので一体あたりに要する移動距離は、自分の場合は当然 30km より長くなります。自分の場合は死体一体を発見するのに要する距離をざっくりと啓士の場合の60キロと仮定します。というのを踏まえて、普段の移動距離4キロと照らし合わせると、1回の探索あたりの発見確率は約 7%、 1キロあたりの発見確率は約 1.7%、 14回樹海に潜って一体死体を発見する割合にそれぞれなります。
ここで、5から10人のグループで潜った場合の、発見する確率も、計算してみたいと思います。というか、樹海オフで一番多いのは、実はこのパターンです。グループの場合は、参加している人や人数によって、発見する確率は大幅に変わります。なぜかというと、ほぼ全員が初心者である場合から、ほぼ全員が熟練者である場合まで、様々だからです。ほぼ全員が、GPS を持っていて、各自で単独行動できるパターンもあれば、GPS 持ちが数人5つ、残りが全員初心者なので、縦隊を組んで熟練者が誘導、というパターンもあります。メンバー全員で、5から10メートル間隔で横隊を組み、数百メートルでローラ作戦を行う、そういうチームもいて、結構成果を上げてるパターンもあったりするようです。なのでこの場合は、一体発見に要する移動距離を、20から40キロメートル、と設定します。初心者が多かったとしても、複数の目があるので、千葉級単独よりかは、発見する確率は高いと考えられます。この場合も、1日の移動距離を4キロと設定した場合、1回の探索あたり発見する確率は、10から20%。1キロメートルあたり発見する確率は、2.5から5%。5から10回潜るたびに、一体発見する割合、となります。ちなみにこれは、あくまで、グループの誰かが見つける確率であって、特定の誰か、例えば、自分が発見する確率ではない、という点に注意が必要です。それぞれ比較すると、死体一体発見に要する距離を、ケイシが 30km、千葉級が 60km、5から10人のグループが、20から 40km と設定した場合、探索1回あたりで発見する確率は、ケイシが 23%、千葉級が約 7%、5から10人のグループが、10から20%、移動距離1キロあたりの発見確率は、ケイシが 3%、千葉級が約 1.7%、5から10人のグループが 2.5 から5%、樹海に何回潜って、一体発見か?の割合は、ケイシが 4.3 回、千葉級が14回、5から10人のグループが5から10回、といった感じになります。これが、前回結論として出した、樹海で死体を見つける確率は、思われているよりも低い、の根拠です。あと当然ですが、これはあくまで確率なので、何回潜ったら、何キロメートル移動したら、死体の発見を必ず保証する、というものでは決してない、という点にはご注意ください。時折、1日に2体も3体も発見することはあるようですし、3日潜って、1体も発見しないことも当然あります。大当たり確率350分の1のパチンコで、2回転目で確変が当たったり、1000回転回しても、単発大当たりすら、出ないことがあるのと同じです。その辺が、前回のもう一つの結論である、樹海で死体を見つけるかどうかは、完全に運次第、の根拠になるわけです。というか、ローガンポールの件について、誰かが案内したと思うのも、実はその確率の低さゆえにだったりします。というわけで、今回の考察だか検証だか解説だかは、こちらで以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とか、コメントとかいただけたら嬉しいです。っていうか、前回と動画分けといてよかった。尺が長くなってしまった。ちなみに、まだ忘れてることがあると思うので、このシリーズ、あと1回は続くと思います。はい。